おはようございます。どうも。あれから3日ぐらい取れた魚と蝶を翌週漬け、薬品漬けにしました。はい、まあ、理由があれですね、ちょっと虫やら寄生虫やらが魚に病気が出ない、うつらないように薬漬けしましたね。魚に、どうも。やばい色してますね。これはエルバージュっていう薬に、エルバージュ、エルバージュ、あの薬に3日間ぐらい、はいはい、なるほど。1匹死んだかなぐらいで。え、そうなんですか。あとみんな全然、結構強いですね。すごい状態良かったです。すごい、こんなですね。やばいよな、すごい。なんかいっぱい目合うずっと見てるずっと目合う。活性どんな感じですか。ちなみに今日の活性はどんな感じですか。今日の活性は調べます。ああ、見たいです。1袋1500円するんですけど、もうこれをもう10袋食べたかなっていう。まあ、今見せてよ。いくよ。はい、おお、やばい、一瞬早っ、はい、おお、やばいやば、おお、おお、いや、全部なくなった。なんかね、30匹ね、この一帯にまとまってんの。なんそうなんだ。この一帯に、あ、落ち着くんすかね、こっちが。なんかね、群れるのが好きなんだよ。行くよ、右とか。すごっ、こっちに投げるとそんな反応しない。ほんとだ、めっちゃ反応しない。ほんと、遅い。この角にバンって入れると。え、すげえ。こっちに指ちょってやってみて。え、これあれですか、大丈夫ですか。ピラニアみたいに血が出たりすることはないですか。まだちっちゃいから大丈夫じゃないですか。本当に、うこわあの餌のところで浮いてる。あ、こわっ。そんなに体の電気より逃げたくない。電気の方が痛いです。入りたかった。どこへ指が落ちたら分かんない。ちょこれなんかね、こういうの苦手なんですよ。電気とかそういうの。やる？あ、いいですか。いいっすよ。おお、こまれた。え、ちゃんとこまれた。え、ちゃんとこまれた。ザラザラする。あの、すり鉢状の、なんていうかな、ザラザラしてる歯だった。上も下も。そうすげえ。待てる。うん。県民だったら分かると思うんですけど、あの、木登りとかけるじゃないですか。あれに噛まれてるぐらいな感じ。分からん。分からんのかい。え、嘘、すごっ。うれ、やばい。やばい。あの、ルアーでトップで出した気分になってる今。気持ちいい。すごい。え、じゃあ1個粒ください。バラバラっと つまんであげる。指であげる。これをやってみて。指で、あの、海外みたいなやつ。あ、うん、取られた。水。おぉ、思いっきりこう、水面をこう、パンってやる。パペってつけるか。そう、パペつけるか。誰かおせる。ギジェさん、ギジェさん。え、でも2バイトあった。沖縄で初めてバラマンディに噛まれた釣り人かもしれない。すごい。これに、次は、あの、グッピーを。グッピーを。そうですね。魚、半分ぐらい取れました。こちらですね。ここら辺に。ゴープロも。固まってるんで。じゃあいいですか。はい、きまーす。ちょっと、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 いった。おお、見てま、これだったの。え、見てない。ハルクさん、もっとゴープロ近づける。警戒してちょっと繊維下がってるから、はい、この感じで上からパパって、ね、そのバージョンも見たいですね。いきまーす、はい、おー、はい、おー、すげーすげー、ボイルも来てる。ちょっと水で警戒してる。なるほど。水に入れた方が本当に滑らかってるような感じで。おおおおおおすげー。バラバラになったね。やっぱ水のところにドボドボドボ流れが出たら、うん、魚が下がっちゃうね。このボイルする瞬間にサンッとできない。
それはできたら、それはすごい、それですごい。どうする、次来てグッピー来んのかグッピーが、グッピーがむしろバラマンディをかけてたら面白いけどね。バブルスで釣ったらマジでいいっすか。すごい、よあ、複雑なんかこうと、こうが釣っていいんすかみたいな感じが、そう、そう、複雑はい、じゃあ、吉田さんが特別にして釣りしていいよということで、はい、30.5 万円のチームに高っ、背掛け、背掛けでグッピーを背掛けにして、ちょっとライチャキしてないのはごめんなさいで、ね、ちょっと壊れた、ね、竿ですね、はい、のべ竿の代わりにしていきますね。じゃあこの左1回でやりますね。1回でこれ俺がシェイクする、おおいや、食われただけっすね。食われただけ、はい、あ、すげえ、おぉおぉ、死に引く、やばい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 、超引く、あ、大丈夫、あ、落とした落とした落とした、よっしゃミッションコンプリート、うぅ、すげえ、バラマンディーだ、早く外すんだ、外すんだ、早く外すんだ、すげえ、うちの可愛いバラマンディーがだから、よし、外した、すげえ、バラマンディーだ、でかいでしょ、え、すげえ、待って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 、釣れた、ちょ、見て、ちゃんとバラマンディちゃんとバラマンディだね、形がすげえ、ちゃんとバラマンディ釣れた、すげえ、もっとでかいみたいな、マジっすか、本当に手のひら広がる、もう赤目だね、かっこいい、やばい、形すごいね、背中ぼっこいしてる、死にかっこいいかっこいい、いい形、綺麗、やば、若干セミショートっぽい感じです、あの、ちょっと寸詰まってるっていう、あ、そうなんだ、パツフィッシュ、おめでとう。なんか幼い時って全然形違う魚とかいるじゃないですか、うん、でも小さくてもちゃんとあのバラマンディだね、すげえ、こんな感じなのがウジャウジャいるみたいですね。じゃああと一匹釣ってみようか。マジっすか。釣られて、それでもあれだよ、心の声聞こえたよ、早く張り渡せ、早く張り渡せ、俺の可愛いバラマンディーよって、早く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 、あー、地面ダメダメダメ引き強いっすね、このサイズでも、うん、もう一回台湾で釣ったことあるけど、はい、まあ、ひっちゃんとか釣ってたけど、はい、あー、制御っすよね、こんなんでもやっぱ結構引いたもん、うん、すごい、マジで沖縄で釣る人がいましたね、これをじゃあ天岸側にダメですね、ダメですね、ダメですね、やっぱ数入ってるからちょっとオイラが過ぎてるけど、やっぱぶつかり合ってる、結構やり合う、あー、餌取り合う時とかに結構歪み合ってるっていうか、こう小競り合うし、おとなしいっすね、一応あの性質がおとなしい魚なんですよ。あ、そうなんですね。ポン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 、物陰にじーっとしてるやん。あ、で、餌の時だけバーンっていくの。はいはいはい。テレビアと全然違う。違うね。テレビアバチ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 動くもんね。テレビアが全部これだったらやばいはずだ、かっこいいよね。かっこいい。形かっこいいね。2匹から追加料金かかるんだけど。やば、30分5万円プラス追加料金で。あ、でも、南米に行くより安いな。南米じゃないか。これオーストラリア。あ、オーストラリアか。オセアニアの魚。じゃあ、すいません、アンコール行きます、アンコールで、ここ行きます、シュイクして、うわ、ミス寄った、ナイス、警戒した、スキンで警戒した、カンプ警戒心強いね、そこも。お、来た。おお。ああ。ちょっと小さい。ちょっとサイズ。ありがとう。オッケー、外れた。ああ、やっぱ。ちょっと小さめですね。あ、でもこっちの方が柄が違う。綺麗。柄がね。あの気分によって色が変わるんで。最初の色柄変わった。本当だ。気分で。結構あの白っぽい水槽とかで飼っていくと白っぽい魚体、銀色。色合わせるんだ。で、黒っぽいとかに入れとくとやっぱこういう感じになって。ヒレとつけてるね。凹凸と。うわー、かっこいい。2匹目。やっぱ擦れてんな。擦れてるな。尾びれが。ああ、そういうことですね。傷がついてる。そうそうそう。群れでいるから。どうしても大きいのにやられるんだよね。やっぱ群れの中でもこの序列みたいなのができちゃうんですか。めちゃくちゃある。だから一番大きいの取った方が本当はいいかもしれない。水槽とかにも。この頭の縦ラインがかっこいい、白の。
期間みたいなね。そうそうそう。赤目だね、目が。うん、そうっすね。赤目だね。いやー、いい経験できました。返していいっすか。ありがとう、バイバイ。うわ、すげえ、目が赤い。じゃあ、領収書出して。あ、はい、請求書ご請求書。はい、はい、お願いします。すみません。僕もあの仕事の一環でやってるので。事務所に送っておくんで。あ、そうです。よろしくお願いします。よかったね。よかった。あんな大きくなっちゃうんだね。ねえ。残りのグッピーさんたちは、はい、こちらに入れるんですけど、こっちは、餌ストック場所でいいんですよね。僕が入ってるね。まあ、すでにグッピーいっぱいいるんで。こっちに保存して、保管して、はい、ちょこちょこ上げていくそうです。ということで、これはこっちに入れます。はい。よいしょ。OK。そっから、そっから噛んでいく。やば。尻っぽいの。上にいるね。ね。今回はガサガサで大量に獲れた外来魚たちをバラマンディにあげてみたでした。ご視聴ありがとうございます。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。また釣りに来てください。このぐらいになったら。毎回領収書。これは見たい。毎回領収書切ります。次は3ヶ月後です。わかりました。はい。